はい、おはようございます。5月15日朝6時28分の相場解説になります。昨日はですね、これデイリーなんですけども、昨日はトレンドの方向に向かっていて、それで材料があって、さらにトレンドの方向に戻るよって言ったところで、終わりました。まあまたね、こちらの上昇の方に向かっているような感じですけども、まあ、横ばいにこれから入るのかなっていうことを移動平均線を見て感じます。まあ、こういうふうにね、アリゲーターがバッと広がった後で、今3本とも揃いつつこちらのね、右の方へ向かってますよね。これをちょっと意識して4時間見てみましょう。4時間なんですけども、まあ、深夜のうちにですね、これ材料ですね、材料がぐーっといった後にトレンドの方向にまた戻ったわけなんですけども、ここでですね、ヒゲが出て、要するに売りが整理されたんでしょうね。利確をする人がどんどん出てきて、今調整が入って、調整波がですね、こちらの上の方に向かっているってことです。まあこれもいつのパターンですよね。いつものパターンで、これがネックラインを超えるほどに、倍がね、入っていくと、N が完成して、ずーんと上の方に行く。これがトレンド転換というやつですね。で、1時間の方を見てみると、こういうふうにトレンドの方向に向かっていったのが、ここでセルが整理されてですね、でもう買いの方が調整波が入ってしまったということでございます。それをここを超えるかどうかってことをこれから見ていくわけなんですよ。まあ上の方に向かってますね。これ3本のアリゲーターを見てみると十分行く可能性は高いんですけども、私はここに跳ね返ってですね、こういうふうに下がっていくんではないかなと思います。その時またここネックラインを意識しないといけないですけどね。まあそういう風な形で追っていくかなってことですね、これからは。まあこの上昇波がですね、ここのネックラインを超えるかどうかっていうところがまあポイントになってくると思いますけどね。まあだから107円の675ぐらいまでは上昇する可能性がありますから、場合によってはこう倍でね、買いで取っていくっていうのも瞬間的にあります。これはそんなに悪くないですね。で、こちらに跳ね返ったところ、まあ、ここで、セルに入るかなと、107年の675からまたセルに入っていくかなっていうところです。まあ、上級者の方はここから根っこから入るっていうふうによく言いますけども、リスクをしっかり取れるだけのキャパシティがね、まあ、金額の方にありましたら、まあ、ここから入っていくという形ですよね。で、やっぱりこう根っこから取れるから、根っこに挑戦するから上級者ですからね。私も上級者を目指して根っこから常に取っていきたいなという風な形でございます。そう思えば根っこを狙えるようになったんだなと思いますよね。それまではやっぱりここを超えてから、もう長い間ね、私の相場解説見てる方はご存知だと思いますけども、下に行くのね、動き出したのを確認して遅れて取っていくみたいな、そういう放送ばかりだったですよね。頭と尻尾はくれてやるっていう時期がありましたけども、そこを抜けたんだなぁと思ってます。まあ、ですんで、頭と尻尾をくれてやるっていう風な形で入れば、まずね、まず私はマイナスを引かないようになってきたのかなと感慨深く振り返るばかりでございますけども、どうしてそういうことができるかっていうと、こういう風にネックラインから入るか、赤で書きましょう。ネックラインからね、入るか、動き出したのを確認して入るか、完全にここね、力点を超えたのを確認して入るかっていうね、安全策、この3段階に分けながらやってきたからだなと思いますよね。おかげさまで今は根っこから入れるように、まあ、なりましたということでございます。それではもうちょっと様子を見て、根っこ、ここね、ここにどう当たるかってことを確認していきましょうね。